まあ、じゃあ僕のミドラ合宿体験記を話させていただきます。まあ最初そもそもこの若手の会との関わりを持ったのがちょっと2週間ほど前でそこから今から1週間ほど前に急にミドラ合宿に参加することになって、正直なんか何をしていいんだろう、何があるんだろうって思って作業始めたんですけど、まあ、結果的にどうなったかっていうと、もう朝4時とかまで作業するレベルまでになりました。見事に洗脳されましたね。いや、そういう言葉使ってダメ。まあでも僕以外の方々がもちろんもうとてつもなく頑張っていて、本当にミンドラはたくさんの人にも頑張りによって作られているんだなっていうことが分かったんですけど、まあちょっと僕として思ったのは、もっと貢献したかったな。まだ学部2年でちょっと技術力が足りてないので、今回ハードのことにしかできなくて、次回から本当にもっとソフトとか全般的にできるようになりたいなって思っています。まあこのメンバーだったら今後多分ミドラだけじゃなくてドラえもんも作れるんじゃないかなって僕は今回思いました。なのでもっと頑張っていきたいと思います。これからもよろしくお願いします。